2つのディレクトリにまたがったブレイク現象、とうとう修正できたね。小隊長さん、ゆの姉さん、お疲れ様。私たちよりもバルバトスの方が心配よ。モビルアーマー相手にあんな戦い方、意識不明になった三日月君、本当に大丈夫なの？エドモントンでは右目と右腕って。うん、さっきも言ったけど命に別状はないよ。命にはね。彼は何を失い何を得るの？私たちは見ていることしかできないなんて。これがガンダムの歴史だよ、ユノ姉さん。私たちができることは。シャクラ、次のディレクトリー。ユノ、悲しむな、悲しむな。そうだった。今回の正常化で次のディレクトリーへの抜け道が特定できるかな。ちょっと調査してみるね。サクラ、気をつけてよ。ハーメス・マーキュリーがまた何かしてくるかも。大丈夫だって、ユノ姉さん。ここに直接やってくるわけじゃないし。もう来て帰った後なんだけどね。お待たせ、ユノ姉さん。次のディレクトリーへのルートを見つけたよ。今回はちゃんとファイアウォールが貼られてるね。また私がプログラム組む必要ありそう？防壁破りプログラム、 G デモリッション用の新コード、今回は私がご用意させていただきました。いつまでもクラッカーユノに頼りっぱなしじゃ私の保険に関わるからね。サクラ、苦しゅうない。サクラ、何時全ての希望を捨てよ。ハラハラヒレハレホレ、エラー、ウイルスプログラム検出、エラー。何？ハロ君のメインメモリ内で発生してる？まさかこれってトロイの木馬？特定の条件下で起動する潜伏型の偽装プログラム。ハロに接触したのは私とサクラ、そしてもう一人いる。アクセスがあったかと思えば、もうここまで来るとはな。自分自身をおびき寄せるためにハロンのトロイの木馬を仕込んだの？そこまでしてこのタイミングを狙ったってことは。どうかしたかね、リトルユノ。私たちはブレイク修正のために進むけど、それを邪魔する気なの？こちらのデータも集まってきたのでね。名残惜しいのだが、今回の機体テストを最後にそろそろご退場願いたい。それは管理システムの指示なの？私にはそれを答える権限は与えられていない。様々な歴史のデータ、そして最後の機体テスト、蝶よりも影響力もあるの。そうか、そういうことなのね。小隊長、出撃をお願い。相手は多分モビルアーマーだと思うから準備はしっかりね。モビルアーマーってどうしてわかるの？ほう、その先行型プログラムに閉じこもられては厄介だと思ったが、話が早くて助かるな、リトルガール。あなたにも話してもらわなきゃいけないから余計な手間を省こうと思ってね、ジェントルクリムゾンメガネ。
やってやる。みんなは俺が守るよ。プラグイン H 起動を確認。プラグイン P とのデータリンク開始。明宏、また仕事だって。ああ、今行く。帰ったら筋トレ付き合えよ、三日月。先ほど伝えた通りだ。ご退場願おうか。やっぱりモビルアーマー。この前は陸戦型、今度は空戦型ね。次から次へとポンポン新型作って何をしようっていうの。機体のテストを行い、データを得ること。データ収集ならこっちだって本職よ。問題はそのデータをどうするかでしょ。トロイに木馬まで仕込んできたってことは何かを伝えるためだと思うけど。私にはそれを答える権限は与えられていない。またこれ、マチが開かないよ。小隊長、彼から話を聞きたいわ。まずはおとなしくさせましょう。味方がいない。ありがとう。かわせるか、くらえ。これはどうだ。よし、いい加減に押しつけた。こいつで決める。うわっ。飛行タイプのモビルアーマーにも対応してくるか。さすがだな、小隊長君。あの戦車タイプならどうしたの。必要なデータは揃ったのでね。ガンダムのモビルアーム、新型を作り続ける理由は知的好奇心を満たすためだと言ったら信じるか。それは君の管理システムだよ。そんな理由ならハーメスがプロテクトにかけられても意味がない。脅威に影響力のあるもの。それは小隊長、ガンダムじゃないものに負けちゃダメよ。ありがとう。かわせるか、くらえ。やるな、かわせるか。これで決める。ザッ。この程度深すぎか。やるな。損傷率 50% は効いてるよ。これで人格データの強制が解ければ。何を言っているのかね。私はこの程度では動じはできません。じゃあバルバトス、今のあなたにあえて聞くわ。あなたたちの目的は何。世界征服だよ。これで終わりだ。君たちも似たことをしていただろうか。歴史をねじ曲げようとしたこともな。アクサラスとの戦い、あれについてあなたはどう思ったの。それは私が判断することではない。見えている。これはどうだ。
私はまだ飛べるぞ、小隊長君。叩き落としたって？ハーメス、その前に何か言うことはないの？何を言ってほしいのかね、リトルレディ。本来の人格が出てこない。プロテクトを強化されたみたいね。何かを引き出すチャンスを狙ってるわけ？私の人格プログラムにエラーなどない。つまりは放つこともないのだよ。本来の彼にはあるはずよ。出なければハロにトロイを仕込む理由がない。これでダーッ。これでどうだ。ゲッザー期待が。助かる。くそ、邪魔。修正を、奴が黙認する理由を考えろ。か、いつ言った？私、耳なんだけど。私は聞いてるわ。小隊長、お疲れ様。イリオンステーブルに戻りましょう。お疲れ。あんた、結構すごいね。戦車型のモビルアーマーに続いて今度は飛行型、幅広く対応してきたものね。少しハシュマルに似てたかも。これもデータを集めてたためかな。ガンダム、戦車、飛行型、次は何だ、次は何だ。潜水型かな。でもミッションにはガンダムラトレイヤ以外のモビルアーマー型は出てきてないよね。そのラトレイヤだってデータ集めや量産型のプログラムテストにしか出てきてないわ。どうもやってることがチグハグに感じるけど、ユノ姉さん、何かに気づいてなかった？ハーメス、いえ、彼に指示を出している奴は歴史に介入しようとしてるんじゃないかしら。ブレイク現象を引き起こそうとしているってこと？ミッションには積極的に出てきてないって言ったばかりじゃない。それはブレイク修正もまたしなきゃいけないことだからだと思う。アンビバレンツ。私の超 AI をフル稼働しても意味不明だけど。まあそうなんだけどね。でもこの二律背反を成立させることが奴の目的なんじゃないかしら。私たちがブレイク修正を進めれば見えてくるはずよ。どのみち私たちが現実に戻るためには管理システムの階層に行かなきゃいけないんだし。なんかミノ姉さんがたくましく見えてきた。じゃあ G デモリッションセットアップ。
この子たち、変な影響が残ったままだけど大丈夫かしら。そうね、正確には敵でもあるし味方でもある。ややこしい男よね、本当。ごほん。じゃあハロー、次のディレクトリへの転送をお願い。データ追跡には気をつけてね。ラジャーユノ、了解ユノ。ブレイク修正とブレイク現象発生、相反するこの2つを同時に満たすこと、それがこの G ユニバースで起きていること、これから起こることの答えになるはず。彼の役目、私の役目、小隊長の役目、多分答えは